どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回は天才捕手育成やっていきたいと思います。こんな感じです。はい、というわけで2017年ももう終わりに近づいていますが、今回は2017年一番使った、一番流行ったデッキを使っていきたいと思います。このシュア水産ではやはり無限指導のキャラクター3人に、選手兼彼女、そして雷の海の、メンタルコンボっていうところが、一番今年はやはり流行ったんじゃないかなと思います。僕自身このデッキがなんだかんだ一番本当に使用回数も多いんじゃないかなというところですね。はい、この2017年、総まとめになるか分かんないんですけど、本当に2017年を振り返る一番いいデッキっていうのとですね、プラス来年2018年は今一度ロマンを求めていきたいなと。でやはりロマンと査定、これを両方せずこい、惜しい選手と査定、これをね両方追い求める年にねしていきたいんですよね。はい、来年は。ということで今回のサクセスは一つの指針ですね。はい、このデッキで天才捕手を作りまして、来年これ以上の査定、おっしゃ、ナイスハベヒ、これ以上の査定でロマンあるキャッチャーができればいいよ。特にやっぱりロマンっていうとキャッチャーがね一番ロマンある選手作れるポジションではあるので、今回これでですねガチでサクセスやって、一つそれをね基準に来年からまたやっていければいいなと思っております。今回作った選手の査定以上でかつロマンもある選手を来年ね2018年では作れればいいなと思っておりますので、ぜひ、まだ12月始まったばっかりですけど、来年も皆さんサクセス動画一緒に楽しんでいただければと思います。もうすでにですねいろんなロマン捕手のねデッキを考えてるんですが、例えばマルチドロイドプラス5を持ってる方がいらっしゃれば、ちょっと一つまたね面白いロマンデッキできたりもするんで、もしマルチドロイドプラス5で持ってるよっていう方いらっしゃれば、ちょっとコメント欄の方かね、ツイッターの方にぜひぜひフレンドになってもいいよっていう方は一声いただければ嬉しいです。はい、行きましょう。ということで来年はね、またあの赤星みたいなねめちゃめちゃ足速い、金徳もね揃ってる1番バッターの育成であったり、捕手のね捕手系の金徳持ちまくってる選手の育成であったり、そういったものをねやっていきたいですね今一度。はい、でも今までと違うのが、かつ査定も求めに、失礼、一瞬接続が途切れてしまいました。僕が引っ張って線引っ張って抜いちゃった。はい、というわけでやっていきましょう。よいしょ。でちょっとあれだな、新島もうちょい追いたい気持ちはあるんですが、いいでしょう。よし、さあ頑張りましょう。いや本当にでも2017年はどう振り返ってもやはりこのシラス、そして無限指導っていうのが一番こうブームになったんじゃないかなと僕は思っております。だってこれが確かシラスってもう2月ぐらいにはあったよな。いつぐらいからあるんだろうシラスって。2017年始まって早い段階からずっとこれをなんだかんだやっていたなと。そこからもちろん雅であったり、いろんなキャラは登場してきていますが、でもやっぱり一つのね主流だったんじゃないかなと。あとはもちろん上限アップっていうところですけどね。でも本当に長い目で見るとこの無限指導っていうのはやっぱりなんか一つインパクトがあったものでしたね。はい、個人的にも本当にこのシラスのサクセス感はすごい好きで、今後ともね頑張っていきたいなと思っている高校ですね。はい、さっきルシファーはいろいろと最大値アップがこのデッキあるんで選球眼取りました。回復も取りたい場面だったので、はい、ちょっとこれはさすがに新島がやばい。新島がやばい、もっと追わないと、全然追えてない。逆に無限指導がめっちゃ来るからっていうのもありますけど、新島来い。これはもう能見のあれもいけないんで新島行っておきましょう。さてさて、ちょっと能力整えて特能もちょっと取ってもいいですけどね。でも大丈夫かな、こんだけ能力上げてれば試合も勝ってくれるでしょう。はい、ムードを取りましょうか。じゃあアシストぐらいも取って OK いきましょう。さあセンスつかなかったんですけど、SS は最低超えたいですし、できれば SS1 と
言ったところね、来たいなと思います。まあ上限アップ入れてないんで、ちょっと盆栽ではさすがにそれ以上は厳しいかなと思うんですけど、まあマックス SS1 まではいけるかなと思われます。よいしょ。というわけで今回は割と、おー、ここ来た、ナイスナイス。そのロマン求めて肩をめちゃめちゃ上げるとかっていうわけではないです。どちらかというと射程を上げに行きましょう。まあこれが指針になるので、来年のね、はい、今回はどちらかというと査定上げまくっといて、でそれ以上で来年ロマンある選手を作るというのがまあ目標でございますね。はい、それ以上の査定でロマンを作ると。となるとまあセンス引いても面白かったですけどね。ただいいですよ、今回パワーヒアベヒもう来ましたよ。素晴らしい。これミート上げといてもいいな。違うわ、今回キャッチャーだから違う違う。ここは金徳ですね、司令塔。そうそう、でオッケー、ナイスで、最近のちょっと悩みがありましてですね、あれなんですよね、その僕ミソノと雷ぜひ一緒に使いたいんですけど、金徳が被るんですよね。司令塔の金徳が多すぎる最近。ちょっとした悩みです最近。例えば野球マンの聖とかも司令塔ですし、司令塔かぶりがなければね、もっといいデッキ組めるんですけどね。初球2回来ちゃいましたけど、ああこれなんなら3回になるのか。まあいいや、これで置いとけるっていうのもありますし、まだちょっとちっちゃいのが全部潰せていたわけではないので OK です。コツ5になったんでね、置いとけますしね。はい、ただ指導もいい感じで来るし、これメンタル来い。でも行こうかな、ルシファーまで行け。経験点が良かったのでこれは行きます。これだけ指導できるキャラクターがいると、まあさすがにデート5回も辛くなるぐらい、まあメンタルキャラもいるんでね、デート5回でいいから。まあほんとデッキによるんですよね。このデッキだったら絶対一股が良くて、でももちろん二股がいいデッキもありますし、割とデッキによりますよねその辺は。あんま上げすぎるとな、上げすぎるとなんだよな。コツ5になったのはもう取らなくていいと。これはいかないな、さすがに。デートしましょう。ただクリスマス前っていうのもありますね。新島もなんか久々に使うな。意外とこっちでも悪くないまであるんですけど、まあまあ指導いきますか。でこのデッキはまあ新島と凪は結構迷いましたね。凪で後呼んでも全然いいデッキだなというところです。まあ指導を取るのか、まあこういう経験点というか、まあもろもろを凪の美味しさを取るのかというところですね。よし、よかった。この間パワー C で失敗したんだよね、これ。おお、もう総合戦力 C。まあ、めちゃめちゃ強いチームにしといて、本当に帝王とかにもしっかり勝てるような感じでいきましょう。で、正月が終わったら一回来てるとこのを抑えましょうかね。まあ、アベヒパワーヒは置いといていいんですけど、キャッチャーナイス。で、早く脳みで最大値を上げたい。まだ来てないですよね、あの1回目も。あの最大値8上がりがどのタイミングで来るかでかなりサクセスって伸び率が変わってくるんで、早めに来てほしいですね。まあまあまあ、新島の代表は経験点は中吉入るんでまだ許せる。50に行っとくか。60までは上げるつもりなんで、まあ行ける時に行っておきましょう。はい、2も取る、ブロックも取る。まあこんなもんですかね。はい、 OK かな。気分屋を早めに来たら取ります。そこはもういつものパターンでいきましょう。でここでメンタルでタック&指導が来ると最高、もしくは回復イベントね。さあ行きましょう。
メンタル。おお、本当にいる。中井はちょっともう一回もらいたいかな、今だと。もらいたいってことはないけど、潰さない。はい。フル品2回か。まあ一応もうここで1回経験点がこれでかなりあれになったんで取っておいて、まあもちろん降格取ることもあると思うんですけど、そのままコツがまた来てくれればね。もう1回来たらさすがに辛いっすね、うん、取りましょう。とりあえずとりあえずフル日取る意外性。さあもう取っても大丈夫かな。高い、ちょっと筋力は辛いですね。守備も60まで上げとくか。 OK、 で試合勝ちたいんでここもちょっとラインまで上げよう。 OK、 総戦力 D 選んだよな今。でもまあまあこっちも C だからな。よーし、ナイスコンボ。さあ勝ってくれ総合 C VS 総合 D。 しかも弱いところはないんで、全部 C 以上なんで勝てるでしょう。頼むよ。イエス、危ねえ危ねえ。 OK、よし、これでかいっすね。ここで D に勝てたのは結構でかいっす。100点差がありますからね。100点以上ですけどね。元の経験点もちょっと勝ち負けで変わるんで。ここは行きたいよな。4%。いや、でも、これ経験点とかも考えてこっちでいいや。さあ虫歯だけはやめて、虫歯だけはやめて。うわあ、虫歯の確率なんてめちゃめちゃ低いのに言っちゃった自分が悪いみたいなとこありますね今の。まあいいや、一旦で治ったから許そう。あれ今来なかったらグリフィンドールって言おうとしたんですよ。スリザリンのパターンだったじゃん。やっていきましょう。思いっきりスリザリンパターンじゃないかよ。うん、イブシギンも取ろうかな。 OK、 さあちょっとタックと指導がかぶってほしいですね。あとは筋力を稼がないと。筋力2編成なんで、ちょっと大谷ルシファーに期待しましょう。よーし、オッケー。これ司令塔はコツ1とコツ3でかなり差があるんでね、重すぎるんであれはさすがに。でデートもオッケーオッケー。もう3回目なんで、まあ確定ですし問題ないかなと思います。こっから指導しまくりましょう。総合 S 目指したいっすね。ちょっと脳みの最大値アップがかなり遅めに来たっていうのは残念すぎる。あれ本当にでかいからね。8上がりっすか。まあせめても体力回復が美味しいところで来い。さあもうパワーヒは来ている。一番渋いやつだね。はい、よしよしよし。指導回数はまあまあな気がします。よし、総合 B。 3月で1年生入ってくる前に総合 B はでかいっすね。
これはもちろん打撃ですね、今回。よし、オッケー。うん、初期的に総力がまあまあ高かったんで、内野安打潰すのもありなんですけど、センス引いてないので、ちょっと悩むな。まだ置いとこうかな。はい。いや、潰してもいいぞ。内野安打だけ潰しましょうか。そうですね、内野安打だけ潰します。本塁生還はまだというパターンでいきましょう。まあ一層とかも来たんで、ちょっと時代が変わってきてるんですよね、その辺。メンタルだったら行く。ナイス。でもダブル来てほしいですね。まだちょっとダブル、打撃新島と鳴海で一回引いたぐらいでしょ。ダブル&指導ぐらい来てもいいよ。来ない。そしてメンタルキャラがいる割にはちょっと精神ポイント入ってきていないかなという感じもします。てかこれあれじゃないですか、今思うと守備依存が2人いるんで守備60まで上げましたし、なかなか悪くない感じなんじゃないですか、その辺も。はい、とにかく来たコツは抑えていく、それにつきますね今回は。こういうのをね、何回引けるかだと思うんですよ、シラスは。まあ2とは言わないんで、タックと指導が被ってほしい。うん、連打来ちゃったか。よし、1週間の差やん。1週間の差やん。まあいいでしょ。よいしょ。コツ1割引にはなってるんでね、もうほぼ変わんないんですけどね。はい。お、阿部日2回来た、ナイス。よし、総合や、総合エースいけるな、これ、ほんとに。帝王行こう。さあ、これ勝てばでかい。いや、勝てるだろう、多分。よし、デートいいタイミング。うん、あと1回なんで、デートもいい感じ。まあ、虫歯引いちゃいましたけど、大凶も来ましたけど、まあまあかな。もうほんとに、あと脳みぐらい。あー、もったいね。最大値上がるのも遅いし、もったいない。まあいいでしょう、そんなに悪くない流れではあるので、あまり気にせずにいきましょう。はい、肩もやっぱ60までは持っていこう。言うてもキャッチャーだし。腐ってもキャッチャーやっていきましょう。ほら行け、買ってくれよ、帝王に、帝王に買ってくれよ、帝王に買ってくれよ、頼むよ。これはいけるだろう。よし、オッケー。練習試合全勝、オッケー。まあただこれはね、指導デッキなんでこうなりやすいっていうのはありますから、ね、これ作戦ですよ。これ新島だったら勝ててなかったかもしれない。違う、凪だったらね、新島のところが。オッケー、5000点超え。そうなんだ、70は無理だよ。あー、そっか、さっき勝った。まあでも練習試合勝ちに行ったからな。いや、肩やってなくても無理だ、どっちみち無理だ。ただどうでしょう、行くっていうのはありだよ。メンタルでいいか、精神ポイント足りてないし、体力削らないし、オッケー。今のはルシファーもいたのでかなり精神ポイントが良かったですね。おお、なんだこれ、シングルタックではとてもない経験点になったぞ。オッケー。あとは脳みが今48なんで50にしたいっすね、早く。本当に本当に早くしたい。でももうなりそうなんですよね、 PR もいっぱい持ってるし、 SR さえ引ければ割と近い将来かなと思っています。はい、筋力だよ、筋力タックが後来てくれれば最高だよ。筋力タックいけないな、ただ C まで上げたから余計筋力欲しいよ。まあでも来てることもですね、ローハイとか変なのも来てないし、
悪くないですよ。あとは総合 S まで行ければ最高ですけどね。どうだろう、厳しいかな。うん、インどうしようかな。さあインどうしよう。ん、あれ失敗し、あ、それな、違う、それあれだ、それあれだ、それナギだから、はい取る。それナギの話してたな今頭の中で。さてはさては、お主ナギの話してたな。よし、デート終わり。さあここはほぼほぼコツさんなんでね、頼むよコツさんで。もう骸骨も来ていると。よし、オッケー。まれにね、ほんとまれぐらいの確率でコツ1の時ありますが、ちょっと重なんないんだよな今回。特に筋力タック&あれ来い、きついさすがにこのままでは。2人入れてるからな、頼むよ。80無理よさすがに。コツも大体取ってるしな、もう多分イン置いといたらよかったなってなるな、そうなると。くそ、ちょっと筋力が来てないことがちょっといろいろとここに来て辛いっすね。どこかな、ラン、メンタル、よし、お、57いける。お、素晴らしい。下もしかも2人いるじゃん、ナイス。ナイス、回復量もナイス、長尻ナイス。やる気、ここで落とすか。うん、本当に今回は筋力タックっていうところですね、一番のあれは。ただ総合 S マジでいけるんじゃないか。しかも走塁は B、 まあでも全部 S いく可能性あるな。もうこれはもう打撃だけ S とかっていうのはちょっと狙いにくいやつですね。はい、しゃあない、それは狙えないやつだな。いいでしょう、とりあえず行きましょう。さあまだまあ1ヶ月丸々残っていますが、ちょっとね1年間の総仕上げみたいなところ今回あるんでね。さあかかってこい、岡部納豆。アウチ、さすがにこのシラスで負けたらね、話が違いすぎる。こんだけ指導やってるシラスには負けない。いや本当にですね、まあ来年もねすごいいいキャラクターがまたたくさん登場すると思うんで、まあ本当にその時の流れに乗って、まあ、この査定でロマンあるっていうのを作っていきたいと、うん、ここにな指導が来てくれればな変わってくるんだけどな。チャンスはまだ抑えらんないかな。行きましょう。お待たせいたしました。5番。さあそして覚醒されると決まりました。スバルではないですか。はい、なんだったっけ、覚醒されたら SR だとテーブルになんか1個追加されて、 BSR だと2個でしたっけ。はい、まあまあそれはまだ来てないというか、アプリ内にはどこにも書いてないんですけど、まあパワープロ TV であったり Twitter の方で発表されている情報でございます。まあそちらも来たらね、おいおいやっていきましょう。
ただなんか覚醒させるにアイテムが必要っていう、それがどうやって手に入るかもまだ分かんないんで、どれくらいのその難易度で覚醒できるかっていうところですよね。ただ闇スバルなんて普通に使うんで、暗黒スバルね、スバルは大マジかと思いますね。はい、まあ、それで言うとやはりですね、先日水谷が50になったので、そちらのサクセスもねやっていきたいというか、まあ12月は結構その投手サクセスやっていこうかなと思っております。はい、まあ野手は最近ずっとどちらかというと投手、うん、今年はどっちかというとそれこそ投手サクセスの方が圧倒的に多かったんですけど、ここ2ヶ月ぐらいは基本野手サクセスをまあ動画とかでやっていてですね、また最後投手で締めるっていうのもこれまた1年かなと思います。はい、いやほんと筋力だけ割と悪くない。流れはこっからダブルタック&指導みたいなの来い。やばいよ、この知らせで負けちゃいかんよ。オッケー、よし、さあ行きましょう。まだあれか、予選か、普通に強いな本当に。今回打撃の方はねタックいっぱい引けたんだけどな。で盗塁が来た、ん、総合エースが意外と遠いぞ。そして意外といろいろと難しくなってきた。はい、65までは持っていく。ミートも S 持っていって大丈夫そう。とりあえずこれでいきましょう。まあ打球伸びもありますし、とりあえず大丈夫かな。お待たせ、甲子園まで5番、しらすリードで迎える1回です。ツーアウトランナー1塁という場面で横を打った強い当たり、打球はそのままショート。4回の裏、しらす攻撃に入ります。トップバッターは横を投げました。打った、これは強烈、ノブセンター。いや総合 S 行きたいな。ツーアウトランナー3塁という場面で横を、かっこよさ的にもなんか S 行けるといいですし、まあ、デッキ的にも行きたいし、行けば経験が増えるんで。さらに伸びて、シラス1点入りました。6対2、横、ちょっとこの1ヶ月ぐらい指導が引けてないですね。シラスリードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で横を打ちました。これはいい当たり、打球はあんまないんだこいつ。ヒットになります。横、いいバッティング。まあ OK、 経験点はマックスです。シラス、筋力、うん、こっちか。待てよ、これはさすがに技術めちゃめちゃ余るなこのままでは。いやー本当にそこのあれだけだったな、そこのポイントバランスだけだな。まあこうだな、とりあえずね。はい、うん、次週行くかどうかでしょう。微妙なラインだな。とりあえず自身の能力も上げてギリギリのラインまでは攻めましょう。はい、ミートは次査定どこであったんだった、調べてみましょう。
しらすリードで迎える1回です。ツーアウトランナー1塁という場面よいしょ打ちました痛烈いった入った入ったホームラン4回の裏しらす攻撃に入ります。先頭バッターは横尾あー騙された初球を打ったピッチャーアウトこれでミート次98かパワーは92、95とあるのにミートは98までないのかこれは査定効率悪いクソ悪いまであるなだからパワー上限アップじゃなくてミート上限アップだろうパワー上限アップはじゃあ逆に考えるとキター強すぎるななるほど今一つ勉強になったうーん指導来ないかいやどうだワンチャンエース狙いなどうなんだどうなんだ狙い合いになったらもったいないしな今もうそうやっても狙えるんだったらやったら美味しい気がするかけるいやー今のでも総力が上がんなかったんでダメな気がするうわーくっそーくっそーダメだよな自分で上げてもおそらくもうくっそー、あとちょっとだったのに。今のが多分、総力に指導があったら、スタミナと総力が上がって、投手です。で、総力も A になって、S、A、S、S で、総合 S だったかな。ま同点で迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で横尾ブンブここは引っ張りに警戒します。投げた。なんだストレートを空振ってなんだ。第3球を投げた。打ったこれいい当たり。うまっ。うまっ。あうまっ。ライト線。打球伸び強。そしてさあ追加点のチャンスを迎えました。2打席連続フォークを打った男でござる。あっ。初球から打ってった。サード落下点に入りました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ツー。嘘危ねえ9回の裏シラス攻撃に入りますこの回の先頭バッターは横尾シラスここは何としてもリードいやー分母嫌いだ本当に分母嫌い第2球これはボールになった投げた OK これは見送ってボールカウント1ボールワンストライクフォアボールは渋いぞバッターよく見ました後続に任せるっていうパターンは嫌だから投げたあんま曲がんないな思ったよりスライダーが曲がんないなもらった OK 危なかった集中していきましょう最後もう技術いらないでしょ印象もらう方がまだいいなじゃあこれで総合 S いきそうな気がするなこれでいかなかったら逆に無理だったっていうねさっきもまあ本当に能見が50になったらそれだけでかなり経験点もまた伸びてくると思うんで、ね、来年は楽しみだなと思いますああギリがなかった投手の方かまあでもここはまあいいやおまけ程度なんではい、まあ、何回か筋力がいけなかったのが結構でかかったのかなというところでございますはいピンとくるよとりあえず取れるかうん筋力だな本当にいやーこれ天丸でやりてまあとにかくこれ今回のねちょっと選手を覚えておいてくださいこれを超えるロマンある選手を来年作りますと、まあ、いう宣言でございますよはいシラス追加点のチャンスですまあでもなんかサクセス自体は今年をなんか象徴するような感じになりましたけどねこの指導をやりまくる感じまあ2017年は間違いなくこういう年でしたじゃあ去年は何だったんだっていうと去年に関しては間違いなく納品のね年だったなとうん
2016年は間違いなく納金の年でしたね。その前は何だったんだっていうと SG です。はい、1年間通して言うと投げました、危ない球、第3球は、まあ、もちろんダンジョンやってらっしゃる方にとってはダンジョンの年だったと思うんですけど、まあ、ちょっとダンジョン民以外の話で言うとそんな感じですね。SG 納金、そしてシラス。さあ来年、まあ、こう考えると1年ごとでそうやってあのまあ一番あれな高校が変わってきてるんで、でもその納金の時ってそれこそ納金以外がもうありえない感じだったんですけど、納金時代は今年は本当に暁強化でも強い選手作れましたし、まあ、特に投手、まあ、納金が終わってからはですね本当に黒金強化でもいい選手作れましたし、あとは何ですか、まあ名強もいいですしメカニクスもいいし、そう考えると今年のバランス調整って素晴らしかったんだなと思いますね。その高校の強化もそうだし、まあどういうキャラを出すのかっていうところでいろんな高校でいい選手を作れる、まあ本当に僕はシラスをメインに戦ってきましたが、まあでも名強もやったし、いろんな強化でもいい選手作れましたし、パーコー強化なんていうのもありましたね。あれでも SS1 とか作ったんで、初見で SS 作ったんでね、あれ。そう考えると今年っていうのはすごい、コナミさんがバランス調整をうまくやってくれた年だったんだなと、まあ改めてなんか思いましたね。はい。まあそんなお話でございます。ということでね、まあ来年のこのパワープロアプリにも期待しましょう。高速レーザー。筋力ないっつの。まあということで来年ねこれを超えたロマン型の選手作るよと皆さんね覚えておいてください。はい、男に二言はありません。微妙だな。だったらもう一層取るか。でこっからもうお得のをバシバシバシと抑えるしかなさそうですね。はい、まあこれは2番手保守ということにしたいなと思います僕の中で。うん、まあちょうどかね、ちょうどかね、 OK。まあまあまあさすがに SS は行くかなというところではあるんですが、もうちょっとね筋力が来たらやっぱり SS1 というところまでは目指せたかなと思います。まあちょっとこのデッキでは盆栽では SS2 までは厳しいんですけど、まあセンス引けば全然 SS2、 まあ SS3 まではいかないかな、センス引いても、まあ SS2 というところまではいけるかなと、まあ思える、まあ2017年一番ねおそらくまあ使われたキャラ、使われたような編成のこれがねデッキなんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでまあ2017年はねこんな感じでしたよと、まあまだ今年終わってないんでこっからね時代がさらに動く気配もね感じているんですが、まあ来年は本当に楽しんでいきたいなというのと、もう今回の動画で一番伝えたかったのは来年ねもう一回ロマンを求め始めるんで、ただ来年はロマンと査定をね求めていきたいと。まあなぜならばそういう時代になってきたなと思うんですよね。今までなかなかその両方を同時に求めるっていうのが難しかったんですけど、それができるようになってきたなって思うんで、まあ本当に来年は頑張りたいですね。その赤星みたいな選手で言うと、まあ総力上限アップが来たらそれこそねあんな面白い選手またできると思うんで、ぜひ本当に来年もねこの秋ゲーム TV 楽しんでください。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。